2011年春のスペシャルその2、はい、まあ今回は映画にこだわりたいと思うんですが、うん、はいはい、2010年の興行収入、うん、はいはい、洋画編、そうです ね、まあこれも 3D だらけじゃないですか、ね、まあ1位から5位まで ねで、まあ第1位がですね、はいはい、アバター、アバターね、まあこれがブームのね火付け役ですよね、うん、まあ公開は2009年12月ということでね、2010年に興行収入はね見込まれてるんですが、ね、日本で156億、すごいですね、ねえ、なんか決対な感じですけどね、あの青い顔っていうのはなんか日本人にこう馴染みのないようなキャラクターなんですけども ね、ただ一つあったのが、はい、デスラー総統ねああそれはそんな感じはしましたね。でちょっと余談なんですが、スペースバトルシップヤマト、はいはい、まあデスラー、まあ見た人はああいう登場のさせ方っていうのはあるだろうと、はい、うん、でもなぜああいう風にしたかっていうのは、うん、実はやっぱり青い顔の人間を出すっていうこと、いろんな意味で違和感あるじゃないですか、はいはい、ありますよ、実写だから、だから苦肉の策だったと、でまあそれを悩んでた時に、はい、まだアバターは公開されてなかったと、だから、はい、アバター5であれば、ね、あいいかとねまあ見てる方もちょっと慣れたところもあるしね、そう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 、うん、本当にそういうことをね、うん、監督もコメントしてました、ね、まあなんかアバターもエクボみたいな感じの、うん、あ言ってしまいました、ね、で第2位がアリス・イン・ワンダーランド、はいはい、118億でしょ、うん、はいはいはい、で第3位トイ・ストーリー3これ108億でしょ、うん、で第4位カール・G さんの空飛ぶ家これ50億ですよ、はいはいはい、2位3位4位がねこれねウォルト・ディズニー、あ配給作品、ね、これディズニー強いなっていうようなねところが来ましたね、まあ特にこれアリスはね、うん、まあ、あの家族の客もあっただろうし、そう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 、恋人同士友人同士ね、結構幅広い層で行きましたよ ね、俳優目当ても当然あったわけで、ジョニー・デップファンチなこれ多いですからね、多いですからね、これはね若い子もいてるし、ね、おばちゃんもおるしね、うん、でも彼を目当てに行った人は、はい、えと思いましたなんかビートルジュースみたいだね。ねえ、でもっと活躍してくれると思った人も、ね、そうなんですよね、うん。だからもっと期待してたっていうのはみんなありますよ。そうそうそう、ただやっぱ 3D やったらちょっと見てみたいな。ハリウッドらしい映画って言ったらアリス・アバターとかね、これそうですけども、うん、意外にオーシャンズとかね、ナイト&デイとかでも、もっと言ってもいいんだけども、ね、23億とかね、そんなもんでとどまってるわけですからね。ねえ、まあ、2011年、ね、2月に発表された、はいはい、第83回アカデミー賞、はいはい、作品賞が ね、これ日本ではほとんどの人は見てないでしょう、英国王のスピーチ、ね、まあ今やってますけどね、今やってるけども、まあ地味ですよそら、ね、作品としてはね、でそら主演男優も撮ってるけどコリン・ファースって言ってもね、さなかなかみんな分かんないですよ、あのブリジット・ジョーンズの日記に出てた人って言って、ああ出てたかなみたいな感じですからね、でこれもハリウッドじゃない、やっぱりイギリス映画ですからね、でこの数年見てみても、うん、あの作品賞っていうのは必ずしもやっぱりあの興行に結びついたっていうのがなかなかないんですね、はい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 、でまあ遡っていけばもう2004年のロード・オブ・ザ・リング、うん、はいはあはあはあ、ことかシカゴとかね、うんうん、グラディエーターとか ね、このあたりはある程度もハリウッドらしさがこう出てましたけども、うん、グラディエーターで2001年、2001年ですから ねシカゴ2003年、はいはいはい、ね、で2005年以降になると、まあミリオンダラーベイビーなんかはね、はい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 、クリント・イーストウッドですから、うん、まあ、ハリウッドといえばハリウッドですけども、うん、まあ重たい内容だったんでね、うん、そんなにやっぱりヒットということにはならなかったしね、2006年はクラッシュ、クラッシュこれ地味ですよこれこそほとんど見てないかもしれませんね、うん、マット・ディロンとかが出てたんですけどもね、で2007年がディパーテッド、ディパーテッドね、うん、マーティン・スコセッシ監督でね、まあ、レオナルド・ディカプリオとかも出てましたけどもね、やっぱりまあ地味な感じですね、で2008年はノーカントリー、ノーカントリーってこれ公園兄弟ですね、いわゆるね、まあ、そんな対策を取る方じゃないですから、映画としては面白いですけどもね、やっぱり映画ファン好きの映画ですよね、どちらかというとね、だから日本ではまあヒットにつながらない、うん、でこのあたりがね頑張ってくれないから、やっぱり
洋画自身の成績が邦画に追いつけなくなってる。追いつかないでしょうね。まあ今年で言うとね、それハリウッドの作品で言うとアリス・ワンダーランドも、うん、まあまあそれなりにノミネートはされてたんですけども、うんうんうん、結局はまあもう技術賞とかね、はいはいはい、衣装デザインとかね、美術監督とかね、うんうん、このあたりですよね、うんうん、で、まあ、英国王のスピーチと同じぐらいの数でノミネートされてたのがソーシャルネットワークですけども、これはね、多分ね、あのものすごい展開早いし、フェイスブックを知らないあのアカデミーの会員の方が多いんだと思うんですよ。選ぶ方がね、なんだかよく分かんないと。まあ、ご年配の方多いです。多いですからね。それやったら英国王のスピーチ、これね、うん、まあ、やったらあの第二次世界大戦あたりの話ですから、ちょっと近いじゃないですか、おそらくね、なじみもあるなというふうなところで、まあ、そこに流れるのかなという気はしましたけどね。で、そんな中でいくと、英国王のスピーチと、はい、まあ、双璧だって、はいはい、まあ、4冠は取った、インセプション、うん、はい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 、これぐらいでしょう。まあそうですね、うん、日本でもヒットしたし、うん、ハリウッドでもかなりヒットしたというね、うん、ハリウッドらしいというね、うん、目新しさでこう引きつけた作品っていうのでいけば、インセプションですかね。で、まあ、はい、そう考えると、うん、過去にはいい作品あったよなっていうのも、そうですよね。だからやっぱ圧倒的そのアカデミー賞の風格も似合ったし、で、まあ、作品としてもね、良かった、で、興行力もあった、はいはいはい、ということになると、まあ、ゴッドファーザーなんかね、なるほどね、すごかったですよ。やっぱりゴッドファーザーパート1パート2、うん、両方作品賞を取ってますからね、うん、で最近のアカデミー賞の中で最もまあ未だにね、いろいろ語り継がれて誰でも知ってるといえばやっぱりタイタニックかな、ね、そこまで遡りますね、うん、これも97年の作品ですから ね、そう考えるとね、だから映画っていう世界もかなり厳しいなっていうね、他のメディアに押されたりとかもしてますから ね、うん、で、まあこの2011年の興行収入ということで、はい、気になってる邦画といけばやっぱりね、スペースパトルシップヤマトね。そうですね、これどこまで行くか、どこまで行くかですね、ね、だから年末の時点で40億ぐらいまで行ってますから ね、で、まあこれが日本のアカデミー賞にどう関われる、うん、そのあたりも ね気になりますね。そう、うん、ということで、はい、日本アカデミー賞の2011年の受賞作、はい、まあこれに関して今度ということにしたいと思いますね。はい、はい。